はい、皆さんこんにちは、秋田と申します。本日は光る君へ第7話を俳優名でストーリー解説していく動画となります。吉高由里子が柄本佑が前熊勝也という形でですね、俳優さんの名前で今回の第7話何が起きたのかということを解説してまいります。ふざけた動画出しやがってっていう方がですね、一定量、いや結構いるんですよ、結構いると思いますので、そういった方はですね、上のリンクからですね、徹底解説というですね、まあ、隅から隅まで解釈の考察をした動画ございますので、そちらの動画にご移動いただければと思います。またですね、俳優さんの名前ではなくて普通の役名でストーリーの復習したいという方のためにもですね、ストーリー解説という動画、これまた別にアップしておりますので、はい、これでまた上にリンク貼っておきますので、そちらにご移動いただければと思います。こちらの動画は一部の方に好評な動画でございます。チャンネル一覧言ってくださいよ。この動画だけ再生数少ねえんだよ。本当に。なので、本当に一部の方だけが楽しむ動画でございますので、でも一部の方、ぜひですね、私が動画を続けるモチベーションをですね、維持するために、一部のものです、ここ面白かったですってコメントを毎回いただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではこの動画はスピーディーに話し進めていければと思いますので、早速お話入ってまいりましょう。全部で9つでございます。まあ今日も非常にふざけたタイトル付けさせていただいておりますけれども、まあ一部の方に好評なんでね、一部の方のためにやっていきますけれども、まず読んでみましょう。本郷奏太の絶望、前熊勝也盗賊でした。ゆうすけサンタマリア強すぎ笑った。吉高由里子が野遊捜索、高橋光臣、横暴暴走、横暴暴走ってなんかラップみたいですよね。すいません。はい、次。お前らつけちゃえよ、黒木春、打球に行くわよ。おほほ、気持ち悪いですね。ごめんなさいね。はい。胸がときめく吉高由里子と。そして前熊勝也の片思い切なさが、火曜22時ドラマレベル。逃げ恥とかの ラブコメやってるわけですね。TBS のね。まあ、その輪っぽいなという感じで書かせていただきました。はい。それでは話進めてまいりましょう。本郷奏太の絶望ということで、まあ、冒頭はちょっとふざけるような内容ではないんですが、まあ、普通に話進めてまいりましょう。まあ、本郷奏太さんと井上咲楽さんですね。まあ、結婚していた二人ですが、井上咲楽さんが亡くなってしまうという話となりました。まあ、ちょっと書き方不謹慎で申し訳ないですけれども、まあ、亡くなった井上咲楽さんは、お子を身ごもっていたと。で、そうするとこれはもう現代でもね、自分の大切な人が子を身ごもっている状態で亡くなったら、まあ、絶望ですよね。なので、まあ、天皇である本郷奏太さんは悲しみに暮れるという形となりましたと。はい。そして、前熊勝也盗賊でしたということで、まあ、その疑惑というか、まあ、ほぼほぼ多くの主者は分かっていたと思いますけど、それが今回確定演出となりました。深夜に、前熊勝也ら山岳の一座はですね、まあ、盗賊団でございますけれども、盗んだ絹を河原にこう置く形となりました。で、口笛吹いたらですね、立ち去ったらですね、貧しい民たちがそこに現れて、神からのお恵みだって言ってですね、その絹をこう持ち去っていく、分けて持ち去っていく形となりました。つまり盗賊団がやっていたことというのは、その泥棒たちの私腹を肥やすことではなくて、貧しい人たちに盗品を分け与えているという演出がされていたわけでございます。それを褒めるに値するかどうかっていうのは盗賊だからね、なんとも言えないですけれども、まあ、自分たちの私腹を肥やすためにやっていたわけではないんだよという感じですね。はい、そしてユースケ・サンタマリア強すぎ笑ったという形で、ダンテ・アスノリさんとユースケ・サンタマリアさんの、まあ、なんて言うかだろうな、口論バトルみたいな感じですかね、でございましたね。まずですね、ダンテ・アスノリさんはユースケ・サンタマリアさん陰陽師呼び出しますよと。で、ダンテ・アスノリさんこんなこと言います。いや、お腹の子供が産めないようにしろとは言ったけど、いやちょっと井上咲楽さんまで殺すのはどうなんつって、命まで奪えとは言ってねえよ、ちょっとやりすぎだよっていうふうに言いますよと。そしたらユースケ・サンタマリアさんはこんなこと言うんですね。お腹の子だけが死のうとも、井上咲楽もろとも死のうとも、この国にとっては貴重だと言います。私を侮れば、ダンテ・アスノリ様ご一族とて危うくなります。祭りごとをなすは人。私の仕事は祭りごとをなす人の命運をも操ります。という形でですね、まあ、要約すると、金払ってるからつって何でもかんでもお前の言う通りになると思ったら大間違いだぞっていうふうなことを、まあ、言うわけなので、まあ、ダンテ・アスノリさんは結構いろいろといろんなところでですね、まあ、良くも悪くも自分たちの一族を繁栄するために手段を選ばずにいろんなことをやってきております。で、言うならば我々視聴者からは悪役として捉えている部分、まあ、そういった方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、何事にもひるまずやってきたと思いますが、なんか面食らう感じですね。ユースケ・サンタマリアさんに、で、しかもユースケ・サンタマリアさんはその、要は呪詛ができる。まあ、人を乗ることができるっていうのを信じてるので、ダンテ・アスノリさんは。だからなんかこう言われると、怖くなっちゃうんですよね。で、怖くなっちゃうから、夢も、悪夢も見て、わーみたいな感じにこう、
取り乱すっていうシーン、珍しく今回描写としてあったわけでございます。はい、そして吉高由里子さんが野遊捜索ということで、吉高由里子さん、前熊克也さんでございますが、ある日、吉高由里子さんは山岳の稽古をしている前熊克也さんらの元を訪ねますよと。そして自分が考えた山岳の筋書きを話して、それはですね、まあ、ダンテ・ヤスノリ一族の面々を猿に見立てて、その猿たちが神のふりをした狐に騙されるという話であると。民たちはそういった上の上流貴族、本当に当時一握りにしかいない上流貴族たちを揶揄してですね、馬鹿にして笑うことによって、なんとか生きる希望を小さくも持つことができる、生み出すことが、エネルギーを生み出すことができるという形なので、まあ非常にその馬鹿にしているっていうのがわかりやすいので、山岳一座はこの話を採用いたしますよと。で、実際上演したら馬鹿受けでしたよという感じでしたね。はい。で、その頃、代理では、高橋光臣横暴暴走という形で、本郷奏太さんの叔父である高橋光臣さんと、まあ、岸谷五郎さんと、ここら辺のシーンでございましたけれども、まあ、まず天皇である本郷奏太さんは、叔父である高橋光臣さんを重要な官職に取り立てます。で、本来ですね、まあ、今の、私別に省庁とか詳しくないですか、官僚とかも多分こう、年功序列出世じゃないですけど、こう、普通出世って、その昭和的な考えだとこう、段を登っていく感じじゃないですか、終身雇用的な話でいく。なのでそれで言ったら普通はダンテ・ヤスノリさんの長男である井浦新太さんとか、ずっと黒殿等という形でですね、まあずっと媚びへつらうことなく真面目に仕事をしてきたロバート秋山さんとかが出世するはずなのに、その二人をも追い抜いて異例の出世をする形となっておりました。しかも秋山さん愚痴ってましたけれども、そのポストが空いたから出世をしたのではなくて、ポストがないのにポストを増やして出世させたっていうので、もう許せないって感じになっていた感じですよね。まあこれは本郷奏さん側からすれば、まあやっぱりそのダンテ・ヤスノリさんを信用ならんっていうふうに思っているので、そうするとやっぱりその息がかかっていないということで、高橋光臣さんと岸谷五郎さんだけしか信頼できなくなっているって感じですね。まあ、岸谷五郎さんこの後ね、実際はスパイだけれども、この後ね、ダンテ・ヤスノリさんにちょっともうスパイやめようと思いますって、その、いいよっていうふうに言われてたけど、その言葉真に受けんなよってみんな突っ込んでましたけども、岸谷五郎さんに。まあ、それちょっと置いといて、とりあえずまあ、そういった形なわけですよと。なんで、高橋光臣さんは、ヘイトは貯める。みんなに嫌われてるけれども、権力は持っているので、まあ、うまく立ち振る舞うことはできるわけですよね。その天皇の代弁者として。だからまあ、他の公卿たちは、反感を覚えますが、がって感じですね。言うても、まあ、応募して、暴走しているという感じですね。はい、そして、お前ら付き合っちゃうでございますけれども、まあ、直秀の山岳のもとで、吉高由里子さん、直秀って言っちゃったらごめんなさい、前熊克也さんのもとで、吉高由里子さんと、江本佑さんが再会。それと矢部太郎さんも出てきましたけれども、その、山岳でですね、ダンテ・ヤスノリ一族ネタにしているっていうのを、ダンテ・ヤスノリ一族に仕える者たち、その武者たちの耳に入りますよと。で、ふざけんな我らの主を揶揄しやがって、馬鹿にしやがってっていうふうにまあなりまして、殴り込みに行くという形となり、乱闘騒ぎとなりますよと。で、その場に吉高由里子さんちょうど見ていて、うわ、なんだなんだっていうふうになって、そしたらそこにちょうど江本佑さんも駆けつけて、しまいには警察である警備士まで到着し、もうその場は乱闘会場からですね、まあ三国の一団逃げ去るって形で、もうカオスな状態になってしまうわけでございます。で、江本佑さんはですね、まあ混乱の中から吉高由里子さんの手を引いて連れ出しまして、で、前熊克也さんらの隠れ家に、避難をいたしますと。ね、手を引いて連れ出して、あ、助かったと思ったら、手とかまあ腕を持ってる感じなのかな、こう、はっみたいな感じで、中学生かっていう感じのシーンでございましたけれども、まあそういう感じですよね。で、シナリオのこの公式ガイドブックっていうものを読みますと、心境描写が書かれておりまして、まあ互い思う気持ちが抑えられなくなりそうになるという形なので、まあ我々全視聴者、もう史実とかどうでもいいからお前ら次やってっていう感じになるわけでございます。もういいから、もう史実をねじ曲げよう、もう藤原の道長と紫式部が結婚して、いつまでも幸せに暮らしましたとさでいいじゃないですか、みたいな感じが多分思ってるでしょ、だって。今なんかふざけたことしてんな、みたいに冷めた目で、見んじゃないよ、見るんじゃないよ。こっちだって頑張って動画作ってんだよ。何の話だって感じだけれども。でもまあ、そういう感じで、もうお前ら付き合っちゃえよ描写なわけですよね。
で、またここでさ、前熊克也さんがさ、邪魔しちゃったみたいな。おお、邪魔だ邪魔だってみんな視聴者思ったと思うんだけども、邪魔しちゃったって形でですね、前熊克也さんと矢部太郎さんが現れて、まあ、吉高由里子さん、矢部太郎さんに引き連れられて、屋敷帰るって形だったんで、もう気持ちが抑えられないんだったら、もういいじゃないか、このまま抱きしめてキスシーンでそのままプロポーズして結婚してくださいよ、もう。もう画面からいない状態で愚痴りましょうか、今から。まあ、それやってると時間がなくなりますので、話進めていければと思いますね。はい、進めません。はい、そして打球の話に入っていきますけれども、黒木春打球に行くわよ、おほほという感じでございまして、元タスクさん、町田啓太さん、金田聡さん、渡辺大地さん、黒木春さん、で、吉田由里子さんらでございますけれども、まあ、江本タスクさん、金田聡さん、町田啓太さん、渡辺大地さんらが、打球の試合に、まあ、ポロっていうやつですね、イギリスの球技でに出ることになりますよと。で、金田聡さんはですね、若勉強会の姫たちへ招待状を送る形となりまして、黒木春さんたちは、そんな若いイケメン見れるなんて超ラッキーみたいな、なんか渋谷のギャルみたいな、渋谷のギャルって平成か。今日調子悪いです。調子いいように見て、今日調子悪いですね。まあいいや、まあ喜びますよと。はい。で、吉田由里子さんはでも行かないと言います。これはやっぱり江本佑さんがそこにいるので、まあちょっとね、ときめちゃうかもしれないから行かないって言います。なんですけども、これはまあシナリオガイドに書いてあるものなんですけれども、心境描写上は結果的に行くことになってましたよね。結果的に行くことになってたんですけども、理由としては、まあ、江本佑さんを見ても、自分の心が動かなければいいっていうふうに思ったわけです。だから、あえて彼がいる場に行って心を鍛えようというふうにしたわけでございます。そして打球会場に向かいますよと。で、打球始まりますが、胸がときめく吉高由里子ということで、江本佑さん、町田啓太さん、金田聡さん、そして前熊克也さんで、打球に出る形となりました。吉高由里子さん、黒木春さん、ファーストサマーウイカさんらが見守りますよと。で、吉高由里子さんが到着すると、すでに黒木春さんとかファーストサマーウイカさんがおりましたよと。で、江本佑さんたちが、馬に乗って入場いたしまして、で、なぜか江本佑チームには前熊和也さんがおりまして、理由としては、渡辺大地さんが腹痛のために、代理で登場したという感じですね。で、まあ、嘘ですけど、まあ、腹違いの弟という設定で、前熊克也さんを連れてきたという感じでございます。で、試合が始まりますと、女性陣たち、まあ、黒木春さんたちが、わー、素敵、あの子イケメン、あの人イケメン、みたいな感じで言うんでしょうね。って感じでこう言っていたっぽいですよ。まあ、サイレント映画の手法でセリフというか、歓声は全部消されておりましたけれども、まあ、それによってこう、想像力を貸し付けられる演出になっていましたけれども、で、一方ででも、吉高由里子さんは、それを見てこう、歓声をこう出しているような感じかというと、そんなことはなくですね、黒木春さんの飼い猫であるコマロちゃんをずっとあやし続ける形となりましたよと。なんですけども、まあ江本佑さんすごくこうもう活躍しまくっているので、まあ嫌でも目に入るわけですよ。で、吉高由里子さん、まあ思わず胸がときめいてしまうという感じですね。で、試合は結果的に江本佑さんたちの勝利というふうになりました。30秒だけちょっと余談挟んでいい？エモトタスクさんっていっぱい言ってると略したくなってくるんですよ。エモタスって。いや、ふざけてんじゃなくて、ね、菅田将暉さんが、アルキメデスの対戦っていう、山崎隆監督の戦艦ヤマトの話ですね。の映画の番宣で、まあ、その二人が主役って準主役だったんですけれども、エモタスっていうふうにこう言っていたので、それが耳に残っちゃってる。だからでもそれを言っちゃうと逆に分かりにくくなるからね。だってファーストサマーウイカさんってほら、ファッサマって言われてるじゃないですか。これも私が決めたんじゃなくて、それで呼ばれてるんですよ。ファンの間とかで。だからファッサマとかエモタスって言いたくなっちゃうんですけど、まあまあそれは我慢したいと思います。はい。で、最後、前熊和也の片思いの絶な中が火曜22時 TBS のドラマレベルだと。吉高由里子さん、町田啓太さん、金田聡さん、前熊和也さん、あとまあ江本佑さんも出ておりましたけれども、まあ突然、試合は終わりましたけれども、雨が降って、驚いて猫の小丸ちゃん逃げ出してしまいますよと。で、吉高由里子さんは猫を追って建物に入っていきまして、そしたら、まあ、そこでですね、まあ、雨宿り的な感じというか、まあ、控室的な感じで、町田啓太さんと金田聡さんが女性陣の品定めの話を始めました。まあ、吉高由里子さんのことは地味でつまらないというふうに評しました。まあ、ここにはね、別に吉高由里子さん傷ついてないんですよ。それこそ、ご説の前の時に、自分別にさ、魅力ないんで、みたいな、言うならば、女性の色っぽさがないんで、みたいな感じのことを言っていたので、ここはどうでもいいんです。問題はこっち。女は家柄が大事だというふうに言われて、これによって、まあ、たまらず、まあ、傷ついてしまって飛び出したというところですよね。傷ついたというか、改めて思い知ったという感じかなと思うんですよね。家柄が大事って、
貴族か貴族じゃないかじゃないんですよ。貴族の中での家柄なので、そう考えるとやっぱり吉高由里子さんの家っていうのは貴族だけれども下級貴族であるということを考えると、まあ、上流の貴族である柄本佑さんとはやっぱり結ばれちゃいけないんだと。もともともうね、自分のお母さんが柄本佑さんのお兄ちゃんにね殺されるという形になってしまっているので、そもそもその呪いがこの物語の中ではかけられてしまっているわけですよ。だからまあ付き合えないし結婚もできないっていう、もう設定にはなっちゃってるし、史実的にもそうなんだけれども、まあそれを言われると、女は家柄が大事だってことを言われてしまうと、まあやっぱり傷つくよねっていう感じですよね。でまあその一部始終を、まあ隙間から前雲和也さんだが、まあ飛び出したら前雲勝也さんがこうだけがそれに気づくという感じなんで、まあこの表情とこの視線とかね、あのさっきの柄本佑さんと吉高由里子さん2人のね、あの気持ちが高ぶっていた時も邪魔しちゃったって言ったりとか、まあ一般人なわけですよね、前雲勝也さんっていうのは。だから吉高由里子さんはここがここで逆なんです。その一般人と貴族は貴族、下級の貴族でもちょっとそこが結婚するのはないよねって感じなんで、前雲勝也さんのこのもうなんていうの、実らない恋心っていうのはすごくかわいそうに映ってますよね。でドラマ上はこれでまあたまらず飛び出していた雨の中を走り去る吉高由里子さんでしたけれども、その後のシーンとして、まあ柄本佑さんにもらった恋文を吉高由里子さん燃やしておりました。で普通に考えると、まあこのたまらず外に飛び出して、もうやっぱり柄本佑さんとは結ばれちゃいけないんだって思って燃やしたっていう解釈でいいのかなと思うんですけれども、まあ、その考えで問題はないと思うんですけど、時系列的にはこの光る決めの公式ガイドブックのシナリオを読んでみると、時系列的にはですね、実はこの第7の冒頭で手紙を燃やしているっていうふうに言及されているんですね。でこれあの他の動画でも言いましたけども、解釈が2通りあって、あの編集撮影段階で話がちょっと変わって最後に燃やしたっていうふうなシナリオにしたっていうのが一つ、もう一つはたまらず外に飛び出して結果的にはやっぱり柄本佑さんとは結ばれないんだって改めて思ったっていうのも含めて描写するために、時系列では手紙もらってすぐに燃やしているはずだけれども、最後に映像としては持ってきたっていう考え方ですね。私は後者を取ります。要は直後に燃やしたわけではない、直後に家に帰って傷ついたからそのまま燃やしたわけではないっていう説です。理由としてはちょっとこのお召し物ですけれども、このお召し物の状態で手紙を燃やしていたんですね。このお召し物の状態で雨の中走り去ってんですよ。言うならばお召し物びしょびしょなんですよ。同じものを持っているっていう可能性もまあまあなきにしもあらずだけど、多分それはないと思うんですよね。だからそれを考えると、まあ普通に考えれば、あの冒頭のシーンというか時系列的には雨の後のシーン、燃やすシーンっていうのはつながってはいないというふうに考えます。いやまあ翌日の夜って設定にすればまあ乾いてるかもしれないしって言ったけども、感情が高ぶって傷ついてる状態でそのまま燃やすって言うんだったら分かるけど、翌日までそれを持っていく必要性っていうのはないので、やっぱりなんか冒頭のシーンとして基本的に設定されているけれども、ただ最後に傷ついたっていうことも含めて、あの吉高由里子さん的には傷ついてもう結ばれちゃいけないんだって決意のもとに燃やしたっていうふうに包括的な解釈をさせるような感じになっていたのかなっていうふうに思います。別にどっちで解釈しても今後の物語の理解には影響はないとは思います。以上でございます。まあこういった俳優名で解説、ふざけた感じでやっておりますけれども、今年はまあ藤原が多いという形で、意外と分かりやすいと、面白いだけじゃなくて分かりやすいと好評もいただいておりますので、ぜひ、肩の力を抜いて引き続き私の動画楽しんでいただければと思います。水曜日にはですね、演出解釈解説する動画でありますとか、冒頭でご案内した徹底解説動画でありますとか、放送前日には予習解説もアップしておりますので、様々な角度から動画アップしておりますので、ぜひ皆様今後もお楽しみください。はい、本日は以上となります。ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは。